の雲です。また出来事も保存しなかった事件が発生しました。以前から同様の事件が発生していましたが、新たな悲劇に住人たちも驚きを隠せないようです。島に住むリサさんは、電池が切れたのだろうか。とかたり、住人全員の満足度が下がったと嘆いていました。終了するときは、必ず出来事を保存してから電源を切るようにしてください。はい。以上、ニュース速報。田中がお伝えしました。